はい、皆さん、おはようございます。グッドモーニング。はい、明けましておめでとうございます。まあ、何回ね、明けましておめでとうございますって言うねんっていう話ですけれども、はい、今日は、プロ野球、観客開幕戦でございますですね、本日5000人限定ではありますけれども、ですね、まあ、僕のね、お仲間の方で、まあ、チケットをね探していただいて、まあ、譲っていただいて、はい、幸運にも、まあ、こんな5000人っていうね少ない中、まあ、今日チケット完売してるっていう中で行けるっていうのは本当にまあ幸せを感じますし、まあありがたき、ね、仲間を持ったなっていうふうに僕もね思ってるんですけどもね、ナイタと、はい、ナイタと、はい、ですね。で、まあ、今日はですね、応援はしたいんですけれども、まあ、なんかアホみたいにね、今までみたいに大きな声を出しての応援はダメっていうようなところで、手拍子は OK なのかな、手拍子は。手拍子は多分 OK なんですけれども、はい、手拍子、はい、で、席の間隔も、3席ぐらい空いてる感じですね。はい、3席ぐらい空いて1人座って、3席空いて1人座ってっていうような感じです今日は。はい、で今日はね、僕座る席っていうのはパノラマ B ライト側なんですけれども、まあそこからのね景色をまあ撮らせていただいて、またね YouTube にできるだけ早めにねアップロードしていきたいなと思ってますんで、はい、皆さん今日はまた名古屋ドーム行かれる方、はい、もし見かけたらお声かけしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。まあ何でもね、まあ、フレンドリーで話しかけてもらえれば全然僕も答えさせてもらいますので、ぜひ話しかけてください。どうもありがとうございました。じゃあ最後に皆さんで、ね、絶対勝つぞドラゴンズ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 。はい、じゃあ皆さん、今年もね、はい、ドラゴンズをしっかり優勝へ導けるように応援をしていきましょう。では今日もありがとうございました。最後